私はアフリカケニアに住んでいる3歳のジュア。今日は3歳の誕生日。みんなが一緒にプレゼントを買いに行ってくれるんだって。何にしようかな。ジュアってケニアの言葉で太陽って意味だから、ママがみんなに黄色いお洋服を着てって言ってた。パパにもお願いしよう。 OK。 お手もずった。ダイアナに髪の毛を結んでもらったよ。大きなお店に連れて行ってもらった。最初にみんなでゲームセンターに行ってきたんだ。パパとナミネがお猿さんのぬいぐるみを取ろうと頑張ってくれたんだけど、すっごい下手っぴだったよ。ちょっとお腹が空いちゃったので、お昼ご飯はおしゃれなレストランでエビっていうやつを食べたよ。ピンクが好きだからピンクの飲み物お願いしたよ。全部でいくらか当てるみたいなゲームやってパパが勝ってた。どれにしようか迷ったけど、なんだかこれがとっても楽しいぞ。パパとママはいつもふざけてるよ。マミネーはよくわかんない大きなクマさん持ってたよ。ラジさんはたくさん抱っこしてくれた。お家に帰って買ってもらったキックボード試してみたんだけど、なんだかとっても楽しい。ママとパパとマミネーとタジさんとみんなで一日遊んでハッピー。アフリカケニアでの毎日は、肌の色が違う人や知らない言葉を話す人が周りにたくさんいるんだけど、みんなとってもとっても優しいんだよ。